ディエゴ・ウリッシは、イタリア、チェイチナ出身の自転車競技選手。2010年、ランファルネーゼビーニと契約。2011年、ジロディ・イタリア第17ステージにおいて、ジョバンニ・ビスコンティ、パブロ・ラストラス、ヤン・バケランツとの4人のゴールスプリント争いとなり、ゴール直前で先頭に立ったが、ウリッシの後くらいから道沿いへとチェンジオブスペースを、試みたビスコンティが、ウリッシの、 コーストリが邪魔だとして、右手で売り死を払いのけながら一着で入選し、イカドータイムで売り死、ラストラスト続いた。しかし、前述のビスコンティの行為が違反とみなされ、ビスコンティは3位に到着。売り死が繰り上がって、区間優勝を果たした。2013年、ツールドポローニュ第一ステージにて並ーる競合を抑え、一級三学を制して優勝。2014年、 ツアーダウンアンダー第2ステージでは得意の上りスプリントで勝利。ジロでイタリアでは第5ステージ、第8ステージの山岳フィニッシュを制して勝負強さを見せたが期間中のドーピング検査で陽性となり暫定的に出場停止状態に置かれた。同年9月に疑いが晴れ復帰している。2015年、ジロでイタリア第7ステージでも上りスプリントを制して優勝。 2016年のジロでイタリアも安定した強さを見せ、第4ステージ、第11ステージで優勝。通算勝利数を6に増やした。2020年、ジロでイタリアで、第2、13ステージで優勝。通算勝利数を8に増やした。ありがとうございます。